本日は、ギフトさんのスタジオでですね、リハーサルございますが、その前になんとジャネスさんがいつも、一人鍋をねこの頃されて、はい、ヘルシーにされてるということで、はい、私マダンヌマスミ、調理師をしてもらいました経緯もございまして、料理記者歴は美味しゅうございます、はい、違います。それでですね、ちょっと監修させていただいて、はい、少し練習の方もしていただきました、はい、今日はですね、お野菜を切ったりすることを練習していただきたいので、このようなお鍋を作りました。見えますかね、ちょっとミネストローフネ、の私はね、脂肪燃焼スープと言いましてね、いつも作っているレシピになります。今日はジャズさんね、いつもの一人鍋に加えて、やっていただきました。あ、取っていただきますか。取れてますか。取れませんよ、本やから。ジャネスさん、これ薄ってますからね。はい、ではジャネスさん、それとですね、ちょっと買い出しに行かせていただきました。私が某、わかりますね、大体どなたかわかると思うんですけれども、姉さんに教えていただきました。料理健康食一筋の姉さんに教えていただきました。大根の酢漬けでございます。大根を、天日塩で揉みまして、黒酢などリンゴ酢などお好きな酢でつけていただいて揉みます。はい、これを食前にいただくと、消化酵素が出まして、ね、消化にいいので、まずそこからお召し上がりください。ジャネスさんも塩で揉まれましたね、自分でね、お作りになりました。どうですか。美味しいですね。美味しいですか。うん、もう本当大根のしっかりね、うん、食前に食べて、お酢と大根が、はい、消化を、うん、胃腸の塩ね、助けてください、うん、はい、それでは、他にですね、私、調理師を先ほど言いましたしておりました時に作れます、だし巻きでございます。ちょっとね、時が甘かったんで白身がピューと残りましたけれども、久々、数年ぶりに、だし巻き、卵焼き今日買っていただきましたんで、ジャネスさんね、卵好きなんですよね、だし巻きはね、作らせていただきました。どうぞ実食してみてください。どんな感じですかね。うん、美味しいです。これはね、これはちょっとジャネスさんはね、まだ美味しいです初級の初心者ですのでね、うんうん、できませんでしたけれども、またね、ジャネスさん、機会があったら作らせていただきたいと思います。それで私はいつも、おすすめしていますね、美容食です、アボカドでございます。ちょっとね、お醤油を軽くかけておりますとね、不思議と合うんですよ。マグロのね、トロを食べてるような感じになってます、はい、召し上がってみてください。これもいい油、健康に合う、ね、たくさん食べ過ぎたらやっぱり脂肪になりますけれども、いしい、少し召し上がっていただく分にはすごくいいので、うん、いしい、でちょっとずつね、ちょっとでいいんです、うん、美味しいんでね、食べ過ぎないようにお願いします。それではいよいよ実食でございます。ミネストローネ風ねのね、脂肪燃焼スープと題しまして、イタリアンの鍋を作っておりますね。皆さんいつもあれですね、味噌鍋とか野菜鍋なさるんですけども、はい、今日はマドンナマスミがちょっとお伝えしたので、マドンナマスミが作ってるやつを作っていただきました。どうぞ皆さんもね、炒めて、野菜を切って炒めて作っていただきました、はい、どうぞ。美味しい。どんな味ですか。うん、トマトベースなんで、はい、やっぱりもう風味が僕はロシアのね、はい、スープあるじゃないですか、はい、赤いやつね、赤いのね、ビーツの入ったね、うん、はい、あれとイタリア、ボルシチ、ね、ボルシチです、思い出しました、ボルシチ、ボルシチ、はい、なんかね、だからロシアとイタリアがこう、はい、ミックスしたみたいな、あロシータみたいな感じですねまあまあね、ビーツは入ってないんですけど、うん、これはね、トマトのあれをホール缶を入れております作り方ね、簡単でしたね、ジャネスさん、まあ、ジャネスさんでもできます今度からね、うん、ガーリックを、うん、名前つけました。何命名。何。ロシタリアロシタリアロシタリア、うん、ロシアとイタリアの、ね、いやだからロシア要素ないんですけどもねボルシアないんで、はい、違うんですけど、ロシタリア、まずはじめね、ガーリック刻んでいただきましたよね、うん、覚えてますか、切り方。覚えてます。
ガーリックね。はい、ガーリック。で、次は何しました？玉ねぎ。玉ねぎ。さすがです、玉ねぎやりまして。うんうん、次は？キャベツ。キノコでしょ？もうその辺がちょっとね、本当に、いろんなお年頃なんでね、うんうんうん、検査、認知症の検査みたいなね。キノコですね。はいはい、次は？ジャネスさん、キャベツ。もう腹が立ちます、腹が立ちます。ジャネスさん、セロリでしょ？ジャネスさん、切る時からもう食べてたでしょ、自分でガリッと かじって食べてた。生でも美味しいね、セロリ。食べてましたよ、もうすでに。むしろ、はい、生も美味しいな。でも何ですか、そういうことやめてくれますか。で、次はキャベツですね、うん、で、次、ホールトマトでね。あの後 ね、ちょっと、もう一回キノコなんか入れてたような気する。え、何入れました？そこにあったキノコ。で、トマトスープを入れて、トマト缶、はい、うん、入れまして、はい、で、グツグツと美味しいだしね、入れましたね。それと並行しながら、焼き鶏ね、焼き鶏、うん、鶏を焼いてね、ローストして、鶏を焼いて、はい、スープに混ぜたということでございます。焼き鶏がこれでございます。はい、では焼きました。はい、はい、皆さんはね、ダイエット中なんで、はい、胸肉がいいって言ってるのにもも肉がいいと言わはるので、はい、美味しいです。まあ、たまにはいいかなと思っております。どうぞ。いただきます。はい、中までちゃんと火が通ってると思います。はい、うん、めちゃくちゃ美味しい。トマトの味しゅんでますか。うん。うん。うん。よかったです。あ、いい香りしてきます。はい。皆、うん、さん、今日の感想どうでしたか？料理してみて。いや、レベルが高いなって。今度からね、ハンバーグとか、刻み、ね、ことを、うん、身につけていただきましたんで、ハンバーグ今度ね、作ってみたいと思いますよ、ジャレスさん。こんなにヘルシー、もう、はい、超ウルトラ素晴らしい、はい、ヘルシーな野菜スープは、はい、ない。ない。うん。でしょ。うん。ぜひ、ジャレスさん、続けて、また作ってみてくださいね。はい、わかりました。はい。どうも。では。以上です。ありがとうございました。いえ、ありがとうございました。皆様も作ってみてください。大人が挑戦するシェイプアップ企画ですね。頑張りましょう。